はいどうも、マナマンです。今回は白猫プロジェクトガチャやっていきたいと思います。こちらはダグラスなんですけど、なんとかクリアできたって感じかな。イベント最後はもう何回もジュエル使って生き返った感じやけど、ボス倒して武器の強化も終わった感じかな。で今回やるガチャは白猫温泉物語っていう新しいガチャが登場したので引いていきたいと思います。欲しいのはドラゴンライダーのマールとか、剣士のシャナ王かな今んとこ。他は分からない、どんな性能かっていうのは。いきます。11連で引きたいな。11連でお願いします。でてんって、なんか出そうな予感したよね。1、2、3、いやー4か、これはあかんか。ここで出してくるのが来た来たわ、希望通り。これであと1人、ドラゴンライダーマール来たも完璧やねんけど。いやー、まだわからん。あ、ダメ、もう1回。うわ、終わった。シャナ王だけ。OK でしょう。11連で。シャナ王来た。欲しかったキャラ1人来たよ。その時、進み中赤武者一騎。どうしよっかな。ちょうど今日11月11日だから11連みたいな感じで終わらせたかったんだけど、投稿日。いやー、マール欲しいからやっちゃうよね。22連で終わりかな、このガチャ。どうするかわからないけど、まだあと武器ガチャがまた来るからね。その時に、最近武器ガチャとキャラガチャを同時にやったのを投稿してる感じなんだけど。おっと、これ金めっちゃあるし、やってよかったっぽいぞ。きたー、フローリア。これはまだ。3人目、 B0 ってかな。マールが欲しいんだけどな。マールが来たら完璧やったのに。まあ2人ゲッツ。いや、今回は22連でやめときましょう。武器ガチャの時にまたキャラガチャもやるかもしれない。今回は22連で終了ってことで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。